今回は運命が好転し人生がうまくいくの第106回です。リクエストがありまして、聖神社を取り上げます。リクエストの内容は、飯島先生、いつもありがとうございます。ネットで相当話題の埼玉県聖神社を取り上げてもらえますでしょうか。参拝客が多くて邪気が心配です、というものです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで聖神社ですが、埼玉県秩父市黒谷というところにあります。ここはめちゃくちゃすごいです。金運アップ力が凄まじいです。ここに1日いたら、あっという間にまとまったお金が入ります。ちなみに邪気はないです。このご祭神の方々がちゃんと邪気を払っていますね。それでご祭神は、金山彦の命様、国の常立の神様、天照大神様、神武天皇、元明鏡の命様、この方は元明天皇です。それから御祭神ではないのですが、この聖神社そのものが一人の神様となっていて、銭神様となっています。ご利益は、金山彦の命様が金銀銅石炭鉱山守護、金属加工業守護、金運、商売繁盛、開運招福、災難除け、厄除けとなっていて、国の常立の神様が国土安穏、出生成功、開運招福、商売繁盛、悪霊退散、厄除け、病気治癒、縁結びとなっていて、天照大神様が国土安泰、開運、祥運、福徳、そして神武天皇が国家安寧、安泰、祥運となっています。銭神様はもちろん金運アップということですね。それではまず最初は聖神社のご利益のエネルギーです。
終わりました。次は御祭神の方々のご利益のエネルギーです。終わりました。次は銭神様のご利益のエネルギーです。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。